三宅康素直像、三宅康素直明治26年8月9日は、江戸時代後期の大名、三河国田原藩の第十一代藩主、田原藩三宅家十四代、張馬国姫寺藩藩主、堺忠実の六尾、母は忠実の側室、おまんじゅう。性質は、西尾忠義の娘、形質は、本城宗秀の幼女。子に、堺忠明。 酒井忠孝、竹越忠志旧、娘、娘、娘ら。には、十四位、とさまもる。は、高春、ともえが。きな。名は稲若。文政十年、先代の藩主、三宅康明が死死亡して病死した。取り次ぎ格の渡辺火山は、康明の弟の友信に後を継がせようとしたが、家臣団の多くは、 坂井忠実の子である稲若を養子師として迎え、その持参金で長年困窮にあえぐ田原犯罪生を救おうと考えた。このため、火山が推薦する友信を抑える形で、翌文政11年に安直が次の藩主として迎えられた。1828年と、その翌年に田原城下が大化に見舞われたため、安直は持参金を被災民へのなりきや、 食料などにあて、自らは、倹約に励んだ。元より悪化していた田原藩の財政であったが、1830年に、幕府より、日光祭礼奉行に任じられ日光大山を、挙行したため、藩財政はさらに悪化し、改革の必要が迫られた。そこで安直は、天保三年、火山を年寄り役に任じて、改革を行うことにした。火山はまず、 タハラ藩の災難の解決を図った。この頃、タハラ藩では、領民が難破した多国船の積み荷を奪った事件や、他国の商人が巧みに介入して、半量で、神殿開発を企てるなど、様々な問題があった。火山はこれらを交渉をもって解決したのである。また、安直と火山は協力して、二人ぶの支給や、 格好文豪制という人材投与制度などを新たに取り入れた。特にこの人材投与制は、有能な人材であれば、価格に関わらず重く投与するという先進的なものであった。また、火山は、農政学者、大倉長爪を招聘して鑑賞ハゼ、椿などの商品性の高い農産物の育成を奨励した。ところが、 安直と火山の改革は思わぬところから挫折する。一つは、天保の大飢饉に領内が襲われたことである。食料備蓄庫である法民層があらかじめ準備されていたことなど、火山の手腕により、田原藩では一人の合社を出すこともなく収まったが、藩における被害は大きかった。さらに火山が幕府のお尋ね者である、高野長英や大関三英と交友を持ち、 洋楽に傾き始めたのも一因である。この頃、日本近海に異国船が次々と出没していたが、幕府はその対策として異国船打ち払い令を出していた。火山はこれを無謀と批判して新規論を表したが、火山はこれにより入浪の上、国元での撤去を命じられた。火山はや素直に罪が降りかかることを恐れ、天保十二年に自殺した。 そのこうあってか、安直は同年12月総社番につき、1849年に病を得て辞するまで努める。火山の死により改革は停滞したが、1842年に安直は高島周藩から法術を学んだ藩士村上藩イタスに洋式大砲と火薬の製造を命じ、1843年にハゼ村に大場を築き解剖を強化し、 1850年には、藩の軍政を西洋式に改めた。同年11月、隠居して、家督を娘婿の広方に譲り、明治26年8月9日に83歳で死去した。墓所は、愛知県田原市北番場の霊岩寺。火山には、三宅氏入り、次具の時に反対されたが、火山とは、友人関係のように仲が良かったという。火山は、 三宅氏の血筋が耐えることを惜しみ、養子縁組に際して、これを取り仕切った姫自藩の家老に対し、安直の後継にはその息子ではなく三宅後方を継がせることを条件とし、承知させている。ところが、火山が死去し、後方に強力な後ろ盾がなくなると、安直は火山の性敵であった国家老、鈴木八太、夫らととも実子を後継者にしようと格索した。 危機感を覚えた重心の牧田田出しは、参勤交代の途中のとうみ、金谷塾でこれをいさめるべく切腹した。村上藩いたすによる還元もあり、安直は再び後方を後継者とすることとし、鈴木渡る太夫に実況処分を下した。ありがとうございます。